ラスです、今日はですねこちらのモニターについてお話ししたいと思います。今回ですね初めてウルトラワイドモニターを導入してみました。これまでですね自分は27インチのモニター2枚いわゆるデュアルモニターで運用してたんですよ。もともとゲームの配信とかをやっていて、やっぱ配信とかするってなると1画面はゲーム映してもう1画面でコメントとか見たりとかしてですね、やっぱデュアルモニターで運用するのってとても便利だったんですけど、最近はちょっと配信ができてないっていうのと、あとまあ作業する時間の方が増えてきてて、なので作業をすることを優先的に考えると1枚ねでっかいモニターがあった方がわりかし便利ではあるんですよね。なのでワイドモニターを結構気になってたんですけど、これを見つけてしまってですね、ついつい Amazon のブラックフライデーセールでめちゃめちゃ安くなったので買っちゃいました。今回買ったモニターがイノセン、ちょっとね読み方わかんないんですけど、おそらくイノセンっていうメーカーのウルトラワイドモニターになってまして、でインチ数が40インチで、解像度が3440×1440、いわゆるクワッド HD、 通常 2K 画質ですね。でフル HD よりも画質が良くて、でかつ通常のモニターはアスペクト比が16対9なんですけど、ウルトラワイドなんで21対9、横幅がですね、通常のモニターよりも広いモニターになってます。でこれのすごいところはゲーミングモニターなんですよ。なのでしっかりとリフレッシュレートも 144Hz に対応していて、で応答速度も 1ms、 かなりですね応答速度も速くて、なのに ADS パネルなんですよ。で ADS っていうのは、まあ、いわゆる IPS パネルです。ちょっと名前が違うだけで作りは一緒なんで、もう IPS と一緒です。で発色も良くて、ね、リフレッシュレートがちゃんと 144Hz 出せて、2K 画質でウルトラワイドモニター。ここまで揃ったモニターってあんまりないんですよね。なのに安い。すごいと思います。で、DCI-P3 の色域もですね、95% カバーしてて、広い色域表現してくれるんで、やっぱちょっとデザイン系のね、色味とかを確認するモニターとしてもとても便利ですし、ゲームのモニターとしてもね使えるモニターなんで、これ1台あれば、まあ、何でもできちゃうみたいな感じのモニターになってます。インターフェースとしては HDMI のポートが2つで、ディスプレイポートが1つ、そして USB Type-C の接続もできるようになっています。しかも嬉しいのがこの Type-C の方ね、90W で給電できるんで、例えばね、こういったノートパソコンとか Type-C で充電できるタイプのもの結構あると思うんですけど、まあケーブル1本でね、ノート PC、 例えばクラムシェルみたいな感じでね、使いたい人とかにも、このモニターはかなりおすすめできるかなと思います。でね、これサイズとしては、横幅が94センチ、で、縦が42センチぐらいなのかな。なかなかですね、まあでかいサイズにはなっておりますけれども、自分の環境下においてはかなりちょうどいいかなと思ってます。27インチのモニター2枚置くとね、横が120とか130とかスペース取っちゃうんですけど、これ1枚だけになった方が自分の環境としてはすっきり見えるようになりました。であと通常のねこのウルトラワイドモニターの機能として、ピクチャーインピクチャー、もしくはピクチャーバイピクチャー、この画面上でですねもう一つ表示させるっていう機能もちゃんとついてます。例えばなんですけど、このノート PC もできますし、あとこういったねスイッチとかもね USB Type-C なんで、こいつをね接続してゲームするっていうこともできちゃいます。はい、ということでね、試しにねこちらの USB Type-C のケーブルを接続してみたいと思います。接続して設定するとこんな感じで右上にね表示されるようになりました。これがピクチャーインピクチャーの設定になってます。でこのピクチャーインピクチャーの場合だと画面がですね21対9のアスペクト比になっちゃうんですよね。ちょっと横長にね引き伸ばされてね表示されてちゃってますね。なんでちょっとこれはやりづらくなるかと思うので、ピクチャーインピクチャーはコンシューマー機に接続するっていう用途ではちょっと使いづらいかなと思いました。これを解決するためにはこれをピクチャーバイピクチャーに変更すればアスペクト比16対9にしてくれます。これをピクチャーバイピクチャーの2対1かな、こんな感じでスイッチの画面になるっていうモードになります。
まあ使うことはね、俺はあんまないと思うけど、まあでもちょっとやるぐらいならこれで十分かなと思います。はい、ということでね、今回ミノセンの40インチウルトラワイドゲーミングモニターなんですけれども、まあ、かなり、ね、いいところいっぱいあったと思います。で、強いてデメリットを挙げるとするならばですね、やっぱりサイズはでかくて、で、まあまあ分厚いので置く場所は限られるかなと思います。まあ、自分の環境みたいに奥行きが結構あるデスクを採用してれば、このモニターはめちゃめちゃいいと思います。今ねモニターアーム使ってますけど、やっぱ本体自体がちょっと分厚いっていうのと、重さがね結構あるんで、モニターアームのアームの支える部分をね端にしちゃうと結構負担がでかいかなと思って、ちょっと真ん中にしてるんですよね。その兼ね合いもあって、モニターちょっと通常の机の端よりも少しだけ前に出てきちゃってます。なんで80センチの机を使ってようやく60センチぐらいの奥行きになるみたいな感じなんで、なんで通常60センチぐらいの奥行きのデスクを使ってる方は、本当にモニターアームすごいいいやつ買って、で壁ギリギリというか奥行きギリギリのところに画面を配置できる方であれば、とてもこの画面は見やすいと思います。なんですけど、この付属のアームを使おうとしてる方とかであれば、ちょっとね60センチのデスクだと画面が近すぎるようになっちゃうかもしれません。そこはね若干デメリットかなと思いますね。まあでもデメリットと感じるところはもうそれぐらいかな。心配してたドット抜けだったりとか発色のね色ムラとか、そんなも全然なかったんで、結果マジで買ってよかったなと思ってます。まあなんでね、まあ、自分みたいに作業メインですけど、たまにゲームもしたいで、なおかつ安い、ブラックフライデーでだいたいね5万4000円ぐらいだったかな、で買えちゃったんですよね。で今ちょっとアマゾン見たら在庫切れになってるんですけど、まあ多分すぐ復活すると思いますし、定期的にねセールやってるんで5万円台になってることもあると思うんで、ぜひぜひねチェックしていただければなと思っております。はい、ということで今回はねモニターについてのお話でした。自分にとってはねとてもいい買い物だったんで、参考になってれば嬉しいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。